はい、どうぞ、ゆくんですね。ドラゴンゲートの、3.16神戸サンボーホール大会試合結果予想ということでね、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速第1試合、ドイキッドリー対吉岡ヒョウ、ミノウラ。まあ、それで13分49秒、キッドがバイブルでミノウラから取るというふうに予想しましたね。まあ、今年の金網が、ね、ユニットの追放者をかけた戦いということなんですが、今もう揉めに揉めているドイキッド。まあこれも誰が一緒のタッグということなんですが、まあさすがにこの若手チームには勝つんじゃないかなと思いますね。はい。そして続いて第2試合、西条対市川。まあそうではね、7分2秒西条がダブルクロスで市川から取るというふうに予想しましたね。まあここは普通に西条が勝っていくんじゃないかなと思いますね。はい。そして第3試合がですね、望月問題流組対藤井ガンマ。まあ、それで14分21秒、藤井がチョークスラムで問題流から取るんじゃないかな、と思いますね。まあ、藤井ガンマ、ね、スーパーストロングマシン軍団が、とうとうね、後楽園の方で襲来してくることが決定しておりますから、ね、ここで藤井ガンマっていうところがね、しっかりと勝ってくるんじゃないかなと。藤井ガンマとしてね、はい、しっかりと勝って、また何かね、マイクで発言してくんちゃうかな、と思いますね。はい。そして第4試合がですね、これは和歌山のトライアングルゲート選手権試合の前哨戦となっておりますね。吉野石田組対神田、吉田となっておりますね。はい。予想で15分57秒石田が丸め込みで神田から取るというふうに予想しましたね。まあもうマキシマムとしてはもう当然の話なんですけど、もう負けられないと思うんですよ。これ、この戦いはね、第4試合。2連敗っていうのはね、さすがにきついんじゃないかなと。トライアングルゲッツ選手権試合においてね。なので、ここまでね、しっかりと前哨戦で勝って、和歌山でもしっかり取ってくれるんじゃないかなということでね、やっぱ石田がかなりのキーポイントになってくると思うので、キーマンになると思うので、しっかりとここで石田が勝ってくると。で、勢いを石田またつけていくんじゃないかなと思いますね。はい。なんでね、まあ、これ、和歌山のね、トライアングル戦によっちゃ、もしかすると、マキシマムも、もうね、ドイキッド以外が揉めるってことも全然あり得ますからね。はい。そして第5試合がですね、ヤマトカゲトラ UT 対パック清水カズマ坂本となっております。まあ、それで、18分21秒清水が砲丸投げスラムで UT から取るというふうに予想しましたね。まあ、ここはね、RED が勝つんじゃないかなと。ね、今回エータと弁慶が多分海外の方に確か行って、いるのかな、なんかそんな感じやったと思います。で、今回参戦していないということなので、まあまたこのエータとビッグベンのね、この内紛っていうのはとりあえず一旦お休みなのかなと思うんですけど、その間ももしかすると RED の何かしら動くんじゃないかなと思うんですが、まあ清水がきっちり勝ってくるんちゃうかなと思いますね。はい。まあこれによっちゃね、トライブヴァンガードもねえ、揉めるっていうことも全然あり得るんじゃないかなと思いますね。このヤマトカゲトラ UT 組に関してはね。はい。そして第6試合がですね、金網サバイバル代表者決定戦となっております。ナチュラルバイブスの代表者決定戦ですね。組み合わせは当日発表ということなので、今の段階では対戦カードわかりません。でも出場選手はですね、KG、進む、堀口、ヤッシー、この4人なんですね。で、タッグマッチを行うんですが、まあおそらく、この選手が代表者になるであろうっていう選手を予想すると、まあ KG なのかなと思いますね。まあこれはもうほぼ消去法っていう言い方はあれですけど、になってくるのかなと思いますね。まあまずね、進むに関して、まずヤッシーか。ヤッシーに関してはまあ、かなみっていうのもなんかね、ちょっと違うんじゃないかなと。ね、思うんで、まあヤッシーもないと。でまあ、堀口もまあ、ねえ、かなみ、このタイミングで入るかって言ったらないんじゃないかなと。でまあ、進むもね、ブレイブゲート決定しておりますんで、かなみに入るっていうのもね、また進むっていうのもね、ありっちゃありなんですけど、まあ、進む入れるなら KG 入れるでしょ、ということで KG なのかなと。やっぱね、ドリームにも挑戦してきましたし、やっぱユニットのリーダーとして、ここはしっかりとね、KG が、金網に入ってくるんじゃないかなと思いますね。もうなんでね、KG、代表者になった時点で、もう自分にリスクは一切ないと。ね、まあ、単純な話で言うとね。まあでも、ユニット、人のメンバーのね、追放しなきゃいけないっていうプレッシャーとも戦う。まあ、ナチュラルバイブスの場合、全員ね、仲いいわけですから。今の現時点ではね。なんで、これ、KG が取ってしまうと、またここでギクシャク
するっていうかね、なんで俺にしたんやみたいな感じになる可能性もありますよね。これ多分代表者が指定するっていう方式やと思うのでね。ここに来てね、まあパンティが姿を現すかどうかっていうところもちょっと注目ですけどね。はい。まあなんでね、この4人の戦いになってくると。代表者になれば大きくこの金見せ、安心感が強くなる一戦となっております。まず、ね、代表者1人目の決定がですね、ここで、ね、決まると。神戸で決まると。他にもですね、もう対戦カード決まっておりまして、どこで戦うかね、その、あさってですね、名古屋の方でトライブヴァンガード代表者決定戦が行われると。で、さらに、和歌山ですね、21日の和歌山大会では、望月道場の代表者決定戦を行うと。で、まあ、来月の後楽園で、まあ、マキシマムと RED が行われるということですね。はい。なんで、まあ、これ、一発目のナチュラルバイブスがどうなっていくかですよね。ここでね、決まって不協和音みたいな感じになるっていうのも全然あり得るんで、そこちょっと恐ろしいですよね。はい。まあ、ちなみに、トライブヴァンガードのね、予想もしておくと、トライブヴァンガード代表者決定戦、これも同じく、組み合わせは当日発表なんですよね。で、出場選手、ヤマト、カゲトラ、カイ、UT となっております。で、まあ、強いてくるのであれば、ヤマトなんじゃないかなと、普通にね、単純にヤマト来るんじゃないかなと思いますね。はい。まあね、カイが金網に入るっていうのもね、やっぱその、他団体というか、まあ、どこでもフリーなのかな、今はね。なんでまあ、いわゆるドラゴンゲートじゃない選手じゃないですか、所属してないので。なんで、その選手がね、他のユニットのメンバー入ったばっかですからね、カイに関しては。がね、まあ他のユニットメンバーの追放とかをかけて入るっていうのもなんか違いますし、まあ UT に入ってもね、おかしくはないと思うんですけど、UT にも同じく荷が重いんかなと、やっぱりね、この件に関してはね。はい、なんで来ないんじゃないかなと思いますし、まあ、カゲトラかヤマト。っていう感じになってくると、まあ、ヤマト。やっぱ、金網の盛り上がり的な要素でいくと、ヤマトの方が面白いんじゃないかなと。個人的にはそう思ったので、まあ、ヤマトなのかなと思いますね。でね、これ、ナチュラルバイブスもね、トライバーガードも、まあ、言えることは、これ、誰を指定してくるかなんですよね。もうこれでも、ちなみに両ユニットの注目というか、共通点で言うならば、まあ、欠場者が両方いるっていう状況なんですよね。なんで、そのどっちかになるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、では今回この辺で終わりたいと思いました。何となくよろしくお願いします。さて、リクエストコメントとか他にもね、こちらの神戸大会の試合結果予想とか、ナチュラルバイブス、トライブヴァンガードのね、代表者決定戦。誰が代表者になって、誰がね、追放される指定選手になるのか、っていうのもね、予想何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回これです。